フロリアン・マイヤーは、ドイツ・バイロイト出身の男子プロテニス選手。ウィンブルドン選手権で2度ベスト8に進出している。これまでに ATP ツアーで、シングルス2勝を挙げる。自己最高ランキングは、シングルス18位、ダブルス47位。身長190センチメートル、体重82キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。メイヤーの、 表記揺れも多い。マイヤーは五歳からテニスを始め、二千一年にプロに転向。二千四年前後オープンで予選を勝ち上がり、四大大会に初出場する。一回戦で、リシャール・ガスケを七から5、六から四、六から三で破り、初戦を突破した。前屈オープンでも一回戦で、第十六シードのフェルナンド・ゴンサレスに六から七、六から一。 6から0、7から6で勝利している。ウィンブルドンでは、大会初出場ながら2回戦で、第3シードのギレルモコリアを4の6、6から3、6から3、6から4で破るなどして、快進撃を続け、ベスト8に進出。準々決勝では、セバスチャン・グロジャンに5から7、4から6、2から6で破れた。アテネ五輪にも出場し、1回戦で、 トマーシュベルディハに3から6、5から7で敗れた。2003年の最終ランキング250位から35位まで上がり、マイヤーはこの年の最優秀新人賞を受賞した。マイヤーは2005年と2006年のオレンジワルシャーオープンで2年連続で決勝に進出したが、2005年はガエルモンフィスに67、64、57、2006年はニコライダ・ベデンコに67、 7-5-4-6で競り負けた。2010年のストックホルムオープンで4年ぶりの決勝に進出したが、ロジャー・フェデラーに4-6-3-6で敗れた。2011年の BMW オープンで4度目の決勝に進出したが、ニコライ・タベデンコに3-6-6-3-1-6で敗れている。2011年、全仏オープン直前のワールドチームカップ決勝で、 アルゼンチンの不安モナコに7-6、6から0で勝利して、ドイツチームの優勝に貢献。全仏オープン後のランキングで、自己最高の18位となり、ドイツ男子選手のトップに立った。9月の BRD ナスターゼティリアクトロフィーで、マイヤーは5度目のツアー決勝に進出した。決勝では、パブロ・アンデ・ハルに6-3、6-1で勝利して、プロ転向10年目で悲願の初優勝を果たした。 2012年ウィンブルドン選手権では、第31シードから4回戦で、第18シードのリシャール・ガスケを63、61、36、62で破り8年ぶりのベスト8に進出した。準々決勝では、第1シードのノバク・ジョコビッチに46、16、46で敗れた。2016年のゲリー・ウェバー・オープンでは怪我の影響などもあり世界ランキングを192位まで。 落としていたが、プロテクトランキングを使用しての参加となり、2回戦では、第2シードの世界ランキング6位の西小利慶が、危険シフ戦勝、準決勝では、世界ランク7位のドミニクティームを破り、5年ぶりに、ツアーの決勝進出を果たす。決勝では、同胞の期待の若手のアレクサンダーズベレフと対戦し、フルセットで下し優勝を飾った。 マイヤーは2018年の全米オープンを最後に、現役を引退した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z。 イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。